金仏壇。金仏壇は仏壇の種類の一つ。白木に漆を塗り、金箔や金粉を施すことからこの名がつく。また、塗り仏壇とも言う。いずれも、東木仏壇に対する名称。薪絵、彫刻、飾り、金具などの日本古来の伝統工芸の技法が集約されており、技工による豪華さが特徴。伝統的な金仏壇の内部は、 各宗派の本山寺院の本堂、内陣を模している。そのため、宗派により、造作が異なる。特に浄土新州では、金仏壇が推奨される。金仏壇で、経済産業大臣によって、伝統的工芸品に指定されている産地は、以上の15箇所。その他、県知事によって、伝統的工芸品産地に指定されている産地や、それに入らない産地も多い。 小樽仏壇、秋田仏壇、小千屋仏壇、高岡仏壇、城花仏壇、三河仏壇、福井仏壇、三国仏壇、姫路壇、兵庫仏壇など。昭和50年代に入ると分業化から工場集約型の製造体制が登場。年間1万本以上製造する大型産地が登場し、全国に販路を伸ばす。川辺、彦根、大阪、名古屋、秋田など。 平成に入り中国、ベトナムでの金物団製造が始まる。コスト面で競争力のある外国製の金物団は製造本数を伸ばし全国の販売本数の約70%にも上る。現在では中国、上海が最大の金物団産地となっている。また彫刻などの製造工程の一部が外国で行われる場合もある。伝統産地では 厳しい現状だが、依然製造は行われており、高級品を中心に製造されている。各産地によって異なるが、生地、塗り、金箔押しのほか、各産地で工程が細分化されており、それぞれに専門の職人が存在する。一枚の板から仏壇ができるまで約三ヶ月を要する。高度に専門化された職人の技が継承され続けることにより、金仏壇は、 工芸品としての付加価値が高く、結果として、経済産業省認定の伝統的工芸品に指定される産地を生み出した。まずはじめに、仏壇の生地を作り、仮組みを行う。素材には、ヒノキ、松、ケヤキ、杉、部分的に、合板、ボードが用いられる。生地制作の際、漆を塗った徳の厚みを計算に入れて制作する、仮組みをした生地の引き出しなどには、 漆の厚み分の隙間がある。生地を製作する職人を、生地師というが、宮殿、空殿部を製作する、宮殿師を開ける産地もある。土面を整えるために、すべての部品をばらして、下地塗りを施す。木の痩せ防止や矢に留め、漆の密着度を高めるために行われる。仕上がりに影響を与える重要な工程である。伝統技法では、二河地、都の古地、県地がある。 現在多くは、ポリエステル系及び、ポリウレタン系樹脂塗料が用いられる。伝統的には、天然漆が使われてきた。現在では、その他に、代用漆として、カシューやエポキシなどの化学塗料も使われる。天然漆では、ハケ塗りがされる。代用漆は吹き付けが可能なため、省力化が可能であり、仏壇の量産化に大きく貢献した。ちなみに、 大葉ウルシでは、ウルシ被れがない。天然ウルシは、室で乾燥させる。ウルシの乾燥には、湿度と温度が必要である。摂氏25から30度、湿度約80%に保ち、約2日かけて乾燥させる。カシューなどの大葉ウルシは、こうした、細かい調整は、必要ない。ウルシを塗って研ぎ、またウルシを塗るという工程を数回繰り返す。 高級品ほどその回数が増えていく。金箔は1号色から4号色まで広く使われる。最も一般的なのは4号色である。金沢とその周辺地域で作られたものが出回っている。なお、海外製の金物団でも金箔は金沢のものが使われている。金箔を貼る際には接着剤として漆を用いるが、その拭き取り加減で金箔の輝きが違ってくる。 漆を多く拭き取るとピカピカと光る。これを光仕上げという。対して、漆の拭き取り、量を少なくすると落ち着いた光になる。これを消し仕上げという。以前は、光仕上げが多かったが、近年では消し仕上げの方が品よく、見えるため、消し仕上げが主流になっている。金箔は金を薄く伸ばしたものであるが、金粉は巻くために金箔に比べて、同じ面積あたりの使用量。 三から四倍が多くなる。そのため、重厚な印象に仕上がるが、価格も上がる。金粉は、金箔製造工程で出る金箔余りを加工したものが用いられることが多い。伝統的には、高薪絵、平薪絵、剣で薪絵がある。絵うるしを、薪絵専用の筆に取り文様を描く。ラデン細工、チンキ金ンも用いられる。最近は、シルクスクリーン印刷も行われる。 何十という種類ののみを使い分けて掘り上げる。欄間や、障子残し、柱飾りなど一つの仏壇でも多くの箇所を施される。彫刻は、海外、中国等で製作される比率の最も高い部分であり、9割以上は、海外製品である。安価品には、プラスチック製が使われるが、同じ形のものを量産しなければ採算が取れないため、現在は、 同じ商品をたくさん制作する海外製の一部に見られる。補強や装飾の意味で用いられる。伝統的にはタガネを使った手打ち金具であるが、現在多くはプレス、電気鋳造、NC などである。素材は銅、真鍮、アルミ、鉄や樹脂製のものもある。仏壇には扉がついている。寺院の三門を見立てたものと言われる。また、 寺院の本堂において内人との境には巻き障子がある。そのため仏壇の扉の内側も障子がつく。仏壇内部は基本的に三段になっており、最上段の中央のみを趣味段、趣味壇と呼ぶ。趣味山をかたどったものとされる。趣味壇の上は宮殿、空殿と呼ばれ、本尊、絵像、木像を祀る。 各宗派の本山寺院の内陣を模して作られるため、宗派により作りが異なる。その左右には、明号、掛け軸や組織、脇寺、浄土真宗では、脇寺は祀らない、を祀る。趣味段を含めた、最上段には、降乱がつく。その下の段に、位牌、浄土真宗では、用いない、を置く。位牌が複数ある場合は、向かって右、左、 右と交互に並べる。浄土真宗では、位配ではなく、宝名軸を左右側面にかける。仏壇側面に綱が湯沸いてある仏壇がある。これは、火事や水害の際に、家の中で一番大切なものである仏壇を背負って逃げることができるようにだと言われる。仏壇は上下にないし三つに分かれるようにできている。その本体は50台で約4 0ラムほどで、 大人の男性であれば背負うことが可能である。これは家が密集していて火事になると被害の広がりやすかった大阪や京都、水害の多かった川辺等の仏壇で見られる。ただし現在では装飾的な意味合いになっている。また、宮殿が取り外せる作りになっているものを宮殿作り、空で作りという。これも火球の時に持って逃げられるように発案されたとも言う。 四方から見られるように作る必要があり、手間がかかるので安価品では用いない。戦後、仏壇の左右両側面の上部に穴が開けられるようになった。これは、灯籠の配線用のコードを通すためのものである。この他にも特徴があるが、地域差がある。仏壇、仏具の寸法は、尺貫法で表される。仏壇の規模の表し方は、金仏壇では、 台という単位が用いられる。これは中に掛けられる掛け軸の大きさのことを指しており、これが三幅掛けられるだけの内乗りがあることを示す。例、例題、五十代の掛け軸が三枚掛けられるだけの内乗りがあるその際の掛け軸とは、浄土真宗の本山から取り寄せた掛け軸を指す。浄土真宗では、本山から取り寄せた掛け軸を祀る。 20代、30代、50代、70代、100代、120代、150代、200代がある。浄土新州各派でサイズは多少異なる。各産地により異なるが、具体的には50代で約1尺6寸、約48センチメートル、70代で約1尺8寸、約52センチメートル。あくまで内乗りであるので、同じ50代でも外数法は異なる。代という単位は、 浄土真宗に基づくものであり、金仏壇と浄土真宗のつながりの強さを感じさせる。これの他に、東北仏壇と同様に、外寸寸法表記を用いる地域も多い。戸幅の外寸寸法が用いられる。戸幅とは、扉を閉めた時の扉部分の全体幅である。43から20といえば、高さが4尺3寸、約130センチメートルで戸幅2尺。 約六十センチメートルである。土地柄によっては土幅が先で高さが後に表されるところもある。あくまで土幅であるので、同じ四十三から二十でも、全体幅、奥行きは異なる。また、ただ二十号という場合もある。二十号、幅二尺、約六十センチメートル、七十代に相当する。年数が経ち、すすけたり金箔が剥げたりした仏壇を再生することが、 できる。それを仏壇の選択、または塗り替えと呼ぶ。仏壇を分解し、記事修復をする。その後、改めて塗装や金箔を施す。仏壇を製作するときと同じ工程の手間をかけるので、1ヶ月半以上の時間がかかるとともに、海外製の安い仏壇を新しく購入するくらいの値段がかかる。なお、金仏壇は、 塗り替えができるように釘をなるべく使わずに保存を組んで、組み立てられている。近年のボードや合板を使用したものは、再生ができないので注意が必要。洗浄、洗浄のみのパターンもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。